はじめましての方もご常連の皆様、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。9月1日放送のフジテレビワイドナショーにて TM レボリューションとしてもご活躍中の西川貴教さんの発言が SNS で話題になっていました。自民党総裁選をめぐる話題で、なぜ西川貴教さんの発言が SNS で注目されたかというと、なぜ青山繁晴さんは取り上げられないのかという素朴な疑問です。今回の総裁選で名乗りを上げているんですが、こういうことをされるのってどうなんですかと。番組の中で紹介した主要候補の中に青山繁晴さんのお名前も顔写真もなかったんです。これについての説明を求められました元 NHK の岩田明子さんは、推薦人が集まった候補をメディアは取り上げる傾向があるとし、確かに青山繁晴さんは早い段階から立候補を表明していましたが、推薦人が高いハードルになっていると説明しました。これ私なりの結論を述べておきますと、これはマスコミの都合ですというよりマスコミの実力が現れているんです。西川貴教さんの疑問というのは、どうしても国取り合戦であったり派閥がだとか、このような推薦人集めの話ばかりが面白おかしく伝えられている。そして翻り、なぜ青山繁晴さんをメディアは紹介しないのかという理由は、政策論争をやってほしい中で、あえて言うならば青山繁晴さんをあえてメディアは取り上げていないんではないかという、こうした不信感をお持ちなのかもしれません。これあくまで私の受け止めなんですが、テレビに代表されるメディアの中の人というのは、政策論争どころか、政策って何ですか？それ食べ物ですか？っていうレベルで理解していないという疑惑を私は抱いているんです。一例をもってお示しするならば、悪い円安がだとか、国の借金がと、日本のメディア、とりわけテレビはこう大騒ぎするじゃないですか。一方の国取り合戦や推薦人が何人集まったかっていうのは、ひーふーみーって数えればわかりますし、誰と誰がアチチだ、誰と誰がバチバチだという、こういう俗人的なものならば、難しいこと、難しい背景情報を知らなくても語れるわけです。何のことはない井戸端会議であって、床屋政談であって、マスコミの中の人がやっている政局らしきものの報道というのは、酒のつまみになる話レベルだということです。それで良いという話をしているんじゃありません。噂話程度だったら家でやってろって話で、公共のために貸し与えられている放送電波を返せって話なんです。実はこの青山繁晴さんの話というのは、高市早苗さんの話にも接続してくるんです。高市早苗さんもかねてより総裁選の出馬が噂されております。ところが高市早苗さん、出馬予定者の中での取り扱いはメディアで大変小さく、取り上げられるとしても推薦人今回集まんないんじゃないんですかという感じでの紹介でした。しかしですよ、どうやら朗報が届いたようです。出馬会見は来週の9月9日という噂がありますが、逆説的に出馬できる、すなわち推薦人が集まったことを伝えていたのが9月1日の読売新聞です。自民党総裁の 4GA に20人の壁と題しまして、推薦人確保の難しさについて触れたところでこんなのがありました。現在立候補の目処が立っているのは、すでに出馬を表明した小林鷹之前経済安全保障大臣に、石破茂元幹事長、河野デジタル担当大臣の3人に、近く表明予定の小泉進次郎元環境大臣ら5人を加えた8人、上川斉藤良氏、これは上川陽子大臣に、斉藤健経済産業大臣のほか、野田聖子さん元総務大臣で、青山繁晴参院議員の4陣営は推薦人確保に奔走している状況だ。お気づきでしょうか、この中に高市早苗大臣のお名前はなかったんです。小林鷹之さん、石破茂さん、河野デジタル担当大臣に、そこに小泉レジ袋さん、間違えた、小泉進次郎さん、進次郎さんを加えた4人なんですが、なぜから5人となっておりまして、そしてこのらを加えて8人になるという謎の算数クオリティが、いわゆる新聞のメディアの実力なわけです。だから彼らに政策を理解するのは相当高いハードルなんじゃないでしょうか。
とりわけ新聞やテレビでも政治部と記者というのはそういう人たちのようです。いつも報道されるのは誰と誰がひっついていてというお話ですし、政治と金が裏金がにしても法治、法律の枠組みを理解していれば検察が起訴しない時点で一応の無罪という設定になっているはずなんです。政策どころか法律の仕組みすら分かっていないという疑惑が深まり続けて真っ黒クロスケなわけです。はい、ここで政局っぽい話をしますと、読売新聞がラとつけたのが高市早苗大臣だったとしても、残る3人はというと加藤勝信さんに茂木敏充幹事長、そして林芳正官房長官らしき人物。読売新聞の9月1日の記事というのは、出馬が難しい、推薦人が集まらないから難しいとされる上川陽子大臣に斉藤健経済担当大臣に野田聖子さん、そして青山茂春さんと続きます。つまり推薦人が集まらない方でない派が高市早苗さんだということができるわけです。高市早苗さんは推薦人を集めることができた、まあこう見ることができるということです。この読売新聞の報道を重要な背景情報としたときに、フジテレビワイドナショーにおいての元 NHK の岩田明子さんが解説されました推薦人の確保の有無というところが、メディアの取り上げに影響するという青山茂春さんの話は辻褄が合わなくなるということです。なぜなら上川陽子さんにしても斉藤健さんにしても野田聖子さんにしても一貫して推薦人集めの苦戦が伝えられ続けている中、メディアはこの3人を紹介しているからです。なお青山茂春さんが参議院議員だからメディアは取り上げないよという意見はあるにはあって、それもそうかなという気はするんですが、一方で2012年の総裁選で当時参院議員だった林芳正さんなる人物、林芳正さんメディアで紹介されております。参院議員で総裁選に出馬しているんです。そしてそれをメディアが取り上げているんです。参院議員が総裁に向かない理由について触れておきます。自民党総裁になりますと、まず間違いなく総理大臣になります。総理大臣は衆院の解散を求めることができまして、これがいわゆる解散権です。参院議員はひとたび当選しますと6年間の身分が保障されています。その参院議員が衆院の解散権を握ること、これおかしいよねっていう不文律があるんです。ただこれ少なくとも報道に限定したときに、今から12年前の第二次安倍政権へとつながる自民党総裁選挙において、参院議員だった林芳正さんは出馬し、そしてメディアは紹介していたんです。これらを踏まえたときに、特定の議員を紹介しないことには何かの思惑が、と、思惑があるかないかについて、私はそれを知る立場にはありません。ただその上で西川貴教さんが政策論争はなぜ行われないのか、それが紹介されないのかという疑問に立ち返った時に、マスコミの皆さん、メディアの皆さん、テレビの皆さんは政策がわからないとすると、これ辻褄だけはバッチリ合っちゃうんです。ワイドナショーの中で TM レボリューションとしてもご活躍中の西川貴教さん、漠然と政策議論がと言ってるわけじゃありません。具体的に環境問題を掲げるんであれば、なぜ原発について語らないのかと指摘します。それは環境に負荷を最も与えるのが火力発電で、夜中には太陽光発電はできない。そしてヨーロッパの方では原発ガンガン回して発電していますよと説明しておりました。まして先週は台風10号がやってきたわけです。その残した傷跡の中で太陽光パネルがひっくり返っていたことを西日本新聞が伝えておりました。西川貴教さんは明言していませんでしたが、政策議論を通じてその人となりが伝わることによって、その推薦人だって集められるようになるんじゃないか、そしてそれは国民のためになることをなんで報道しませんかと、まあ、こうしたニュアンスも含まれているように私は受け止めました。もちろん自民党総裁選というのは過去2年間投票を収めた自民党員だけが投票権を持ちます。しかしワイドナショーの中で元 NHK の岩田明子さんは、番組が用意したすでに出馬を表明している人、これから出馬を発表するんじゃないかと言われている人たちの次の総理にって対しての期待する世論調査を紹介した上で、一般の自民党員の投票行動はこのマスコミの世論調査にリンクする、このような解説をしておりました。
ならば、やはりメディアで取り上げないことが何を意味するか、そのことについて岩田明子さんに代表されるマスコミの中の人、あるいは政治部の人はこのことをご存知だということになるわけです。その上で推薦人が集まった集まんないって話をしてるわけですから、自分たちが何をやってるかお気づきでないレベルの、そんな人たちがマスコミの中の人、政治部の人たちということになっちゃうわけです。もう少し噛み砕いて言うと、テレビの中の人、メディアの中の人というのは、自分たちの影響力は十二分に理解していながら、高市早苗さんの扱いが小さく、青山茂治さんに至っては、その存在すらなかったかのようにしているということです。テレビの影響力の強さというのは、先の東京都知事選挙でも確認されました。2位じゃダメなんですかという決め台詞も言えなくなってしまった蓮舫さんに代わりまして、2位に食い込んだのは、前広島県安芸高田市長の石丸伸二さんでした。主要候補として紹介されていたのはほぼほぼ4人で、その他の順番というと、作家で YouTuber のひまそらあかねさんを除きますと、メディア露出していた順番でした。現時点の自民党総裁選に置き換えた時に、テレビの中の人にメディアに何かの意図があるかどうかは私はわかりません。ただ、今回の自民党総裁選に限定しても一つ明らかになったのが、青山茂治さんにしても、高市早苗さんにしても、そしてこちらも加えなきゃならないのが、コバホークこと小林孝之さん。いずれにも通じるのが、政策議論です。それぞれの議員の掲げる政策については、今回はよっこいしょと脇に置いておきますが、小林孝之さんの出馬会見で、彼は大雑把にながらも、ご自身の政策を語っていたんですが、これほとんど報道されませんでした。コバホークさん出馬会見後のマスコミ報道はというと、出馬会見の会場に何人集まった、〇〇派から何人か、〇〇派からが何人か、あちらとあちらがあちちだ、だとか、あるいは政治的逃げ、裏金が、こんなのばっかです。白がこう言ってます。給湯室。昭和時代の話と断っておきます。給湯室の噂話という言葉がありました。今では叱られるんでしょうが、当時はお茶組OL と呼ばれる方がおりまして、社内の噂話だけを得意とする人が、給湯室あたりに生息していたというんです。扱いとしては、井戸端会議や床屋政談より下って感じでしょうか。そんな噂話のレベル、根も葉もない話に尾びれと背びれをつけて、ギャースかギャースか大騒ぎしている、それがメディアのテレビにおける政局、自民党総裁選挙かという話。だから政策ってマスコミのとりわけ政治部の人にとってみたら難しすぎてわかんないんじゃないでしょうかって話なんです。一方、フジテレビワイドナショーの中で西川貴教さんは、やはり政策が必要なんだ、政策議論をしてほしいなという中で、西川貴教さんがおっしゃるところでは、財政積極派というのは高市早苗さんと小林孝之さんぐらいだと指摘します。その上で小林孝之さんは財務省出身なので、そちらに近いんではないかという重要な背景情報をお示ししてくれていたわけです。果たして TM レボリューションの西川貴教さんぐらいの指摘、あるいは重要な背景情報、どれだけのメディアが紹介してきたでしょうか。やっていることは給湯室での噂話なんです。白がこう言ってます。スタバナウ。今時ならばスタバナウ、あるいはドトールコーヒーにしても、マクドナルドのテイクアウトなんかも一般化しまして、さらに男女雇用機会均等法もすっかり定着して、以後、お茶組 OL なるものは絶滅危惧種となっております。西川貴教さんは青山茂治さんがなぜメディアで紹介されないのか、テレビで紹介されないのかと疑問を抱きましたが、その西川貴教さんはネットで情報を得ているということで、それは環境問題にしても以下同文です。よって重要な背景情報だとか、もっと大切な政策について触れずに、しかし無駄に影響力だけはまだ持っているテレビの放送免許、放送電波をビョイって取り上げて、消えた、消えた、やったとしまして、そうなりますとやはり新聞の軽減税率も消えた、消えた、やったとした時に、日本の政治風景が政局という噂話ではなく、政策中心、
政策中心になりまして、より良い未来が日本社会にやってくるような気がする今日この頃でございます。 SNS における我々の魅力は無力じゃないんです。というわけでみんなで頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の番組を面白いなと思ったらいいねクリックしていただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは番組最後の運試し、みやちゃんじゃんけんじゃんけんグー、私がグーなのでパーを出してあなた、はい、お祝いのハイタッチ、おめでとうございます。私と同じグーを出してあなた、着替えますね、一緒にグータッチ、そしてチョキを出してあなた、チョッタッチ、ありませんがフォロー、またの機会もお付き合いいただければ幸いです。ワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。バイバーイ。